軍事月、そうですね。今も勝ってあるからもう。で、さすがにまだ来てないよね。中尾なんかがあるけど。で、時間が今7時5分。まあ25分前。ちょっと早いけど。あ、バス案内所なんかもあるし。セブンイレブンなんかも入ってるし。ちょっと見て時間潰すのには全然良さそうだな。京都も南側だとこんな感じなんですね。第一ターミナル行き。何番乗り場なんだろう。この辺りはやっぱ関空なんやね。関空の方に行くリムジンバスがあって。あ、中にドンキ入ってるんや。ちょっと京都で、持ち帰りの弁当かなんか買ってもいいけどね。どうせこれだけじゃ足りませんからね。どこなんやろうな、ここ？京阪バス。八丈口。なんぼなか、違うな、ユニバってなっとるな。向こうは観光バスっぽいよな。ん？どこだ、どこだ？あ、そうだ。そうだ、こんなこともあろうかと、というかこういうことのためにですよね。行きのそういえばドライバーの人がね、あの運転手さんがね、何番乗り場って教えてくれてたんですよ。ちょっと待ってよ。 H2番乗り場、この辺りは1番2番、あ、いや H1 って書いてあるわ。 H1 って書いてあるからここなの？ここかな？あ、H2 番乗り場ってなったらここでいいんだ。あ、でも、あんなん8時10分ってなってるけど。あ、これあれか。関空行きのやつだけ電子の案内が出とって、どっかに書いてある？すごい、高野山、松山とかいろいろあるの。あ、あるあるある、四日市って書いてあるよ。あ、じゃあこれいいな、間違いないわ。よしよしよし。じゃあちょっとなんかパッと買い出しして、またここに戻ってきましょう。いいじゃないですか、いい立地じゃないですか。へえ。ちょっと建物が分かれてるんですね。こっから下に行ったら一応あるみたいだけど、ただあのテイクアウトできるようになさそうだな。で、上はアニメーションとかだ。へえ。あ、こっちの方がメインの出入り口ですね。さっきの出入り口の方から入ってたら、あの2階までしかなくて、もうドン・キホーテに自動的に入場って感じになってましたからね。ええ、でもほら早いよな。15分前でもそれぐらいで来る？京都、いや有馬温泉ってなってるな、違うな。はあ、この後来るんでしょうね。京阪バスも面白いですね。もうちょっとある。ちょっとあれですね。テイクアウトできるような店が少ないのがあれかな。うん。そういう想定があんましてない感じなのかなっていうところです。北側の方のがそういうのあるんかもしれないな。でもアニメイトと羅針盤が一緒に入っとるってのもすごいですね。あ、もうとりあえず、大田系のやつを集めましたって感じのフロアになってましたね。喫茶南。ここは長時間の天気を、あ、窓口は閉まってるんだ。これはリムジンバス、あ、ほらもう終わってんだ。へえ。あれで、あ、あの案内も出てんだ。便利。どれぐらい利用される方いるんでしょうね。
そしてその中でどれぐらい大阪経由で来てる人はいるんでしょうね。はなはな疑問ではございますが、まあでもいい感じでいろいろ撮れましたよね。いい出来だったと思いますよ。自己満足はしてます。再生数が伸びるかどうかと言われるとちょっと、どうだろう。でもね、でかい街同士をやるっていうのがね、当たるっていう法則が出てきてますからね、やっぱし、その割には休みついたか。いやでも阪急梅田とか言ってますからね、あの辺りは多分伸びるんじゃないかな。ここだと京都のど真ん中でしょ、京都駅ね。京都はそう、新幹線の駅がそのまま前ど真ん中ですからいいですよね。まああとは行き方を変えていきましょう。あ、津方面は津方面えらい少ないですね。四日市方面は多いけど、すごいな、東京ディズニーリゾートの方に行くやつなんかも走らしとるんや。有馬温泉1850円、有馬温泉ね、いいですね。あ、松山に向けるんだ。松山まで7350円。まあまあ距離ありますからね。奥は奥で観光バスとかがつけれるようになってるのかな。まあもう言うと来るはずですけどね。新幹線がこっち側やから京都やけど、寄れる？あ、すごいな、寄れるな。 JR 東海のマークになってるのはそういうことでね。こっから駅の字幕読めるな、すごいな。あ、ちょっと、参考バスやからこれっぽいな。あ、四日市切ってなってますね。そうだ、出さなか。来ました。まあまあ席はね確保してますから。おー来ましたね。じゃあ、よかったまで乗せてきましょう。乗車ありがとうございます。このバスは三重県四日市行きです。三重県四日市新庄車庫行きです。乗車券座席番号など確認しておりますが、ちょっと私の間違いもありますので、四日市新庄車庫行きですね、お間違いのないようお願いいたします。出社いたします。ご乗船班から近鉄四日市まで
さてと、バスもね、早々に発車してきましたけどね、もう、何してね、道中はすごい混んでましたよ。新庄までね、戻ってきたところなんですけどね。ね、8割方、近鉄四日市で降りていって、で、2割方が新、生駒で降りていってね。で、私だけでしたね。オンリーワン。どうも、新庄使う人はほんと少ないみたいね。まあ、ただね、便利は便利ですよ。言うてね、2時間ちょっとね、まあ、さすがにやっぱ最終日はね、やっぱ京都で最後まで遊んでっていう人が多いんですよね。だいぶ混んでましたけどね。ね、うちもちょっと隣までね、隣にね、座ってたんでね、荷物膝の上乗せてって感じでしたけど。まあ、でも、ね。でね、だいぶね、安いならね、移動できますしね。まあ、その駐車場代とかね、そのあたりとかね、総合的に加味したら、これね、コスパとしていいんじゃないかなと思いますんでね。もちろん京都に行くのもあれですけど、京都からまたいろんなところに行けますからね。それこそ、舞鶴とか行くのにも、使って、行っても面白いかもしれませんね。あっちの丹後とかね、あっちの方、京都府のね、上の方とか、あっちの方とか行くのにもいいかもしれませんし、まあ、いろいろと使い方があるんじゃないかなと、いうことでね、京都観光にはもちろんのことね、それ以外でもね、こんな感じでね、コロッと回ってね、お得にね、その分ね、浮いた分でね、いろんなところをね、見て回って遊びますからね、いいんじゃないかなと思いますよ。で、これね、予約はね、変更ができません。で、あと7時台とか8時台のやつに関しては、インターネット予約で、往復割引ができるんですけど、発車往来ネットってところが使ったらいいんですけどね。いや、前日までにこれ、11時の便はね、当日の朝一でもね、申し込み間に合うみたいなんですけど、1便と2便はどうも間に合わないみたいで、私も朝の5時半ぐらいに一回アクセスしてね、朝、土曜日の、ね、朝一取れるかなと思ったら、これはね、もう取れませんってことでしたんで、で、次の日のやつ見たら、前日までに入金と決済手続きを完了させてくださいみたいなことになってましたんでね。まあ、そのあたりが、一応、前もってね、買っとかった方が良さそうということですね。今日も、帰りの便はね、その場でね、現金支払って、予約してないんですけどという人結構いましたけどね。もう結果的に結構相席とかにバーッとなってくる感じなんで、これはね、あらかじめね、買っといた方が良さそうな感じですね。ね、あれ、下手すれば、今日ほぼ、もう、うちも4列シートがほぼほぼもうね、他のお客さんとかと一緒に乗って、最後の便だったっていうのもあるんでしょうけど、4席か5席ぐらいしか空いてなかったんじゃないかなって感じですんでね。ちょっとこのオフシーズンでこんな感じなんで、結構もうちょっとね、混むような時期になってきたらね、これはちょっと乗り切らんみたいなことになるかもしれませんので、特に帰りに五条京阪の方から乗ろうっていう時には気をつけた方がいいかもしれませんね。この辺りぐらいかな。うん。まあ、とりあえず、どちらにしろね、予約してね、こうやって往復割引やっとけばね、ちなみに往復割引がなかったら2600円、500円ね、片道あたり500円、往復で1000円ね、料金がね、上がりますんでね、これね、ぜひね、発車ご来ネットさんっていう、ところ、三重交通さんから、ね、アクセスしたらね、そういうのができるようになってますし、あとはバスセンターとかでも買えますけど、まあ、多少ね、やはりバスセンターとかに、行くのがね、大変っていうこともあるでしょうから、発車ご来ネットさん、他のね、楽天トラベルとかでもね、確かね、高速バスの予約自体はできるんですけど、そこだとね、往復割引の適用ができないみたいなんですよ。最初私もそっちで買おうと思ったら、なんかうまいことできなかったんで、ですので、発車ご来ネットさんと買うと、往復割引で、買えるようになってますんで、そちらをぜひ、使っていただければと思います。ということでね、とりあえずこの動画はね、なんか、何やかんやでいろんなところ撮ってきましたよね。総括をすると、最初こっから始まって、京阪降りて、五条京阪で降りて、そっからね、すぐにね、難波の方に行くというので、結局難波行ってねえんだ。ね、難波の方に行くって言っとったのに、結局清水寺を観光して、で、清水寺くるくる回って、和菓子なんか、買ったりしんの、まんじゅう買ったりしんのして、まんじゅうまだ食ってね、
入ってるからね、これ書いて、あの早速写真撮ったりしてね、あげとこうと思いますけどね。で、買いの、で、スーパーで寄ってね、あのお好み焼き揚げ、お好み揚げとかね、あとあの、玉ねぎの天むす買いの、揚げ粉ってね、今これ多分ね、10度ぐらいだと思いますけどね、まだこの格好ですからね、かなり怪しい、運転手さんからしたらかなり怪しかったんじゃないですか。多分普段は誰も乗らないですよ、この新庄まで。半袖一丁のおっちゃんが、確か新庄まで乗ってきたんですから、まあ、それはそれで、あの、驚きだったかもしれませんけどね。これはね、でもね、新庄はね、使い勝手いいですよ。行くは、やっぱり、あの、多分、近鉄沿線じゃないっていうのもあるんでしょうね。それで、まあ、高速バス需要が高いのかもしれませんけど、新庄はどうしてもね、目の前新庄駅がありますんでね、目の前ちょっと歩いて10分ぐらいあるんですけどね、10分はかかるよな、とはいえ、町内にね、近鉄の駅があって、名古屋本線の駅がありますからね、その借り合いもあって、ちょっとこっちの方の方が需要が薄いのかな、ですけど、これ、日永とかね、全然笹川団地、日永とか、あっちの方、あと泊まりとかね、ああいうところからね、車でね、ひょいっとやってきてね、で、ここら辺ね、ここのところを止めて1日200円ですからね、全然これでね、コスパ的にはね、いいと思いますんでね、ぜひ、ご検討いただければと思います。ということで、もう、ね、もう、そんなところですね。まあね、少しでもね、四日市市民のね、皆様のね、快適なね、四日市ライフね、観光、四日市からの観光ライフね、とかにね、使っていただければと思いまして、これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。これ以上ね、これ、まあ朝の7時からずっと動いてますからね、で、休みの日にこんなことやってね、それでね、月曜日の仕事にね、始終を期待したらね、それこそお隣の老期からね、なんか言われかねませんからね、そんなことはないですけどね。まあね、そんな感じです。まあ、これ以上やると、長時間労働になってしまうといけませんからね。隣がこれ、老期なんですよね。ということでね、まあ、これぐらいでね、締めたいと思います。何してね、このね、だらっぴどいね、駐車場で一人で喋ってるもんね、なかなかね、ちょっとね、悲しい。まあまあまあ、人が回っておるところで喋る方のが恥ずかしいのかなとは思いますけどね。まあ私の場合は一人言がもともと多いですからね。別にあれ、カメラ回してるから喋ってるというより、カメラ回せなくても喋ってますからね。まあそれぐらいでいい、打足も過ぎましたことですし、これぐらいでね、帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。